どうもカゲヤンです。今日はですね。本物の商売ということについてお話ししたいと思います。えー、昨日ね、あのー、散髪に行っていつも行ってるこう。散髪屋さんでね、えー、そこでこう散髪をしていただいて。ほんで、えー、その後こう。昨日は休日やったんで色々とねえー。色々とというかちょっと。 あの初めてこうチャレンジしたことがあってそれが燻製なんですねで燻製をこう作るというところであのお客さんにこう教えてもらってですねほんでやり方をこう細かくこういろいろ教えていただいてその通りやったんですね干したらやっぱりあのできてですごくおいしいものを食べることができてこれは安いぞと。 燻製やるのってもっとその機械が必要やったりとかしたと思ったんですけどももうダンボールでできるんですね。ダンボールと百均の網ですね。百均の網2つ買ってですね。あとウッドですね。えー、ウッドさ、えー、桜のウッドを買ってですね。ほんであとはもう火つけてでやるだけというあ。あと具材ですよね。でソーセージソーセージベーコン卵。卵はこう燻製のもとでつけてやるんですけど卵でしょ。ほんで枝豆ほんでチーズ。 これをやったたんでですけども最高でしたねもうあ,んなあ,れあれぐらいの価格でねあんだけ美味しいもの食べれるんやったらね、あのー、外食いにかんでもええんちゃうかないうぐらいのねあの感じでしたね、うん。そういうことで休日を過ごさせていただきましたということで今日の本物の商売と、えー、いうことなんですけども、えー、僕が考えるねその本物の商売というのは信玄公一致と。 いうとこその、えー、なかなかね、えー、本物の商売っていうのはこう伝わりにくいと、えー、前ちょっと喫茶店に行った時にそのマスターも言ってたんですけども本物の商売をやってる、えー、本物まあ偽物ということはじゃないですけどもしっかり、えー、本物にこう近づけることをしているこう商売をしている方のお店っていうのはなかなかこう流行りにくいんだということをこう言っておられたんですけどもまあそれはね こう両方あの本物の商売であってそれも伝える伝わる伝え方も、ね、しっかりとすることによってその流行っていく形をこう取れるんかなとは思うんですけども、えー、その辺僕もねちょっとこう表現力は磨いていかないといけないなというふうには考えておりますけども本物の商売今言ったように「心弦孝一」で「心」というのは心ですね「言っというのは言葉で「孝」は行動だから、えー、心の中と喋った言葉と「 えー、行動これが伴っている、えー、商売これが本物の商売ということになるかなというふうに思います。で、えー、僕が考えるところの信玄公一致で言うとですねこうお客さんとの会話の中でですね愛想でこう答える、えー、まあ愛想で答えないとしょうがない時もあるかもしれないんですけどもなるべくね信玄公一致させた 状態にしたいと僕は思ってますその喋、えー、る時にですねその例えばこう、えーまあ、昨日の燻製もそうなんですけどもこう燻製のやり方をこう教えていただいたら、えー、必ずそれはするっていうことですねそのやって次お客さんがに来ていただいた時にですねその燻製をしっかりしてその感想を伝えるところまでやってやっとその。 信頼されるる状態になるかなかともちろんねその施術の技術であったりとかそのことっていうのは、えー、しっかりできる状態は当たり前なんですよ、ね。それはただその,その商売をしてるというだけなんでですね、えー、そこにはそこまでのまあ一応そこが価値があるから来ていただけるんですけどもそれだけじゃないですよねそのその会話の中のことでそれをしっかりとこう やるとということですねで僕がねお客さんでできてないのがね、あのー、山登りをやってるお客さんがおられてですねで、えー、山登りその時僕はどう答えたかわからないんですけどもせっかくお客さんが山登りをしているという話を聞いたんで、えー、僕はやろうと思ってたんですね山登りをしようとでそのお客さんの登ってる山に登ろうとただ4時間かかると、えー、登って降りると4時間かかるということでんなかなか大変やと。 でその時ニュースでですねあの、えー熊が山に クマが出てるでそういう被害がこう起きてるっていうのを聞いてちょっとね、えー、自分の心の中でね、えー、ちょっとビビってしまったというかですねさすがにクマには俺勝てへんなと思ったんですねクマと遭遇した時には勝てへんなっていうところでですね、えー、今こ結構いろんなことが面白くなってきてるんでですね、えー、やっぱり長引きしたいというところで、えー、クマと対峙した時は逃げるんですけども 逃げ切れるかなとこうそういうことをちょっと考えてしまった。まあ熊に遭遇する確率っていうのはほとんどないでしょうけども、えー、ちょっとそこを考えてしまった。 ほんでその日に登ろうと決めてた日にですね、えー、ちょっとねだからその言われてたその山はその桐生の方のえ山桐生言うとわからない人ほとんどでしょうけども滋賀県にあるね、えー、桐生町というかそっちのえ村の方村というかねそ,その辺の山の方に行ってほんで立東の方へこう登って行って降りてくるというで4時間かけるだから 登るのに2時間下るのに2時間ぐらいかな、えー、かかるところですね、えー、そこへこう登ると、えー、いうことをこうしようと思ったんですけどそういうニュースを聞いたりしてそっちへ逃げてしまったというところですねほんでじゃあ、えー、三上山に登ろうというところで、えー、安の方にね三上山っていうのがあるんですけども、えー、そこへ登ったら、えー、大体登りが40分僕で35分ぐらいかなで何回も登ってるんですけどそこへ登って降りるっていうことをしようと思って。 変えたんですね。そっちがやったらまあまあ熊も全然会ってなかった登ってる時はなかったんでそっちでこう山登りをこうしようと実行しようというふうに考えたらその日がちょっとね天気予報のあれが悪くてですね雨の予報やったんかなほんでちょっとやめたんですね僕の中でねでやめてそっからね山登りをこうしてない状態になっているこれはね えー、僕で言うとその結構基本的にその言ったことを実行してきたんですけどもそのあのできてない。ほんで、えー、このね動画を撮る時こう本物の商売ということでいろいろ自分で考えてそこはちょっと僕ができてないところ、えー、かなと。 今年で言うと一つできてないことで言うと、えー、その山登りはちょっと決めたのにやってないなというところで震源高一致まあ言言葉を言ったかわからないですけど心の中ではえちょっと登ろうとは思ったんでほんで計画まで立ててやってないそれでそっから違うことがいろいろ入ってきてそっち側にこう、えー、活動を移していったんでその。 山登りは行動できていないそこで言うとちょっと、えー、本物の商売というところからはずれるかなというふうには感じますけども結局その信玄一致をこうどん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 こう繰り返していくしていくことによ,るよってですねそのやっぱ信頼を得られることになるんですよねお客さんからの信頼を得られるようになってそれでそこをこうよしとこう考えてくれるお客さんにこう来ていただければ、えー、僕はいいかなと。僕、えー、僕の商売は僕個人でやって 個人でというか一人の、えー、施術者僕ですよね僕が、えー、お客さん一対一でこうやっていく商売なんで、えー、その基本的にそ,のそういう信頼というかそういうものをこう勝ち得ないとですねその施術の技術が、えー、いいとかいうレベルそれ例えば施術の技術が、まあ、いた滋賀県で一番いいよというようなレベルでの、えー、集客ではないですよね。 うん、そ,こそ,こだそこではないんであのそこではないんでっていうかそれでもまあ,まあ集客はできるでしょうけどもそういうところを僕はあまり目立たせていない状態ですね、えー、ある程度の自信はありますけどもそのまだまだもっともっとこう上げていかなあかんところもありますし、えー、それをこう今実行しているところではあります。で、えー、そういういろんなね総合的にこう信頼できるなと。 あの人の人言っているこことととは本物だなということをこう理解してもらえてるお客さんに来ていただければそれでいいと。で、えーまあ、1か月にその100人ぐらい来られたらですねもう十分その商売としては成り立つというところですね。だから1日4人ですね、えー、来ていただければですねもうそれで商売としては十分成り立っています。で他のことでもこうやっていくことがあるんでそれでも僕は十分やと思ってるんで、えー、そういうことが理解していただける お客さんをそれだけ集めればいいということで、そこで僕の商売はもう完了ですよね。それが見つける、まあ、自分のこう、いろんな商売をこう高めていくことはいろいろしていきますけども。一応、その売上的には、そこでもうある程度完了と、そこ、それ以上はもう、あの、そこに対してこう。 そこにこう力を入れるというよりは自分のえ活動を高めたりそのスキルアップもそうですしえ自分自身を高めることもそうですそういうことをしていくで確実に信頼を高めていくというえそういうことをしていくということですねだから信玄孔一致させてそれをえ表現してですねそれでそれを築いてくれるお客さんを増やしていってえ100人にすることができたら僕のえ商売はもうえ一旦ここの。 お店に関してはこのお店に関しては終了ということかなというふうに思っています。ということで今日は本物の商売ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。